装飾古墳は日本の古墳のうち内部の壁や石棺に浮き彫り、戦国、彩色などの装飾のあるものの総称で、墳紀を持たない横穴墓も含まれる。大半が九州地方、特に福岡県、熊本県に集中している。福岡県京仙町の大塚古墳、熊本県山鹿市の千武山古墳などが有名である。装飾古墳は日本全国に 約600機があり、その半数以上にあたる約340機が、九州地方に約100機が、関東地方に約50機が、山陰地方に約40機が、近畿地方に約40機が、機が東北地方にあり、その他は7県に点在している。古墳時代初期から装飾が施されていた。初期には、栗抜き式石管の側面や蓋の上に、中期には、 組み合わせ式長持石棺の蓋の上面、家型石棺の蓋及び棺の内側や外側、箱型石棺にも、そして5世紀前半頃には横穴式石室にも彫刻や彩色の方法で装飾が施され、さらには石室内全体にまで及んだ。装飾方法は浮き彫り、彩刻、彩色の3手法があり、 浮き彫りや彫刻に彩色するなどの併用手法を用いている。最初期の装飾手法は彫刻が主流であり、彫刻は一部で用いられ、浮き彫りが多く、彩色は赤色顔料だけである。5世紀頃になると彫刻されたものに赤色以外の色が使用されるようになる。6世紀になると浮き彫りを基調とする彫刻がなくなり、基本的には彩色だけで文様が描かれるようになり、 石室の壁全体に図柄が描かれるようになる。7世紀末から8世紀初めの奈良県、高松塚古墳や木虎古墳は、装飾古墳とは系統をことにするもので、壁画古墳と呼び分けている。装飾古墳に描かれた文様には、幾何学的、抽象的な自家古門、わらび手文、かぎね文、縁門、同心縁門、連続三角文、両形文、双脚臨場文、 区画文などがあるが、何を表しているのかわからない文である。次に、具象的な図柄では盾、ウツボ、甲冑、刀、船などの武器、武具、その他の器物や人物、馬、鳥、引きがえる、須作などである。人物や鳥獣には、大陸文化の影響が認められる。4世紀から7世紀頃に作られ、古墳時代の中では後期に位置する。虎塚古墳、梶山古墳、 重さだ古墳主なものだけをあげる。太字のものは国の史跡。ありがとうございます。